モは抜刀です。はい、どうも、チャンバラスタジオです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、本日のシーンはサトルスさんで、振り付けがチャンツル。お願いします。ちょっといつもとね、やり方が違いますよね。そうですね。テーマは抜刀です。おお、抜刀。でも勝手に、なんかサトルさんといえば抜刀かなと思って。わかる。そうですよね、うん、だからそこで、ちょっと新しい技ちょっと持ってきちゃったんで、やってほしいなと思って今日提案してみました。いや、楽しみということで、やっていきたいと思いますので、お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。俺と言ったら抜刀ではない。はい、というわけで本番終わりましたよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、今日はね、はい、新しいちょっと抜刀の形というか。そうですね。新しすぎたかもしれない。名付けてこれは何て言うんですか。飛ばし抜刀。普段って自分の領域に踏み込んできたりとかしたやつを、バッて抜き切るのが抜刀切りじゃないですか。はい、そうですね。場合に入ってこないんだったら、って言って飛ばす。はい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 。前外から飛ばして、はい、弾かれたところをキャッチして切るっていう。捨て身の一撃っちゃ捨て身の一撃って言ったって感じですよね。そうです。ちなみに、なんか元ネタとかあるんですか？飛ばしバットって結構、そのままのネーミングだから、はいはい、近い技ないかなと思って、調べた時に見つけたのがルロケンでした。あ、そうなんです。その回転の勢いと、親指のこの弾く力で、はいはい、鞘を飛ばした相手にぶつける。自分でオリジナルで考えたつもりだったけど、はいはい、似た技あったわ、みたいな。違いとしては、俺のは、まあ、手で飛ばせるっていうところもあって、はいはい、顔に塚がこう飛んできて、はいはい、視界が一回遮られてる。はいはい、で、弾かれたらもうここにはいなくて、で、弾かれた刀を空中で背後から取って切るっていう技なので、これが本命ではない。っていうところでは、まあ、違いにはなる。はい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 。今日はもうバット第2弾ということで、はい、どうでした？そうですね、飛びバットからの飛ばしバット。まあどうせ次も何かバットで来るのかなって思いながら今日はやってる回ではあったんですけど、刀を飛ばすってことは初めてだった。まあそうですよね。多分だけど今後もあんまりないことではあるんですよ。ないと思います。なんかまあまた新たなこう一面というか技がこうできたっていうのと、あとは自分で身についてる動き、うんで、凝り固まってるけど、その中で自分がやったことのない動きとかも今回はやらせていただいたんで、はいはい、なんかもっと視野が広められたのかなぁとは思ったんで、いい一日だったなと思います。いい一日だったと思います。はい、難しいなと思うのは、サトルさんの良さを引き出していくのと、はいはいはい、自分のやりたいことって言うとあれですけど、うん、俺の押し付けすぎると、サトルさんの良さが死んじゃうから。はい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 。だけど、俺のなくしすぎると、俺がつけてる意味がなくなるから。はいはいはい、ここの線引きはやっぱむずいなと思って、ね。なるほど。葛藤がね。そうですね。あったんですね。というわけで、今回の動画が面白かったよって思ってくれた方は、チャンネル登録、高評価、お願いいたします。さーす。では、チャンバラのスタジオでした。ありがとうございます。ありがとうございます。さっさとぶっ殺せや！
パンス。カット。スタート。もう一回。はい。カット。アプレイ。アプレイ。バイバイ。コケた新聞。